日本の伝統的な長なハンドアックス。葉の反対側が金づち状になっていないことに注意。ハチェット。旧東ドイツ製のキャンプ用長な。長なは、主に片手で振る小型の斧。主に焚き木のこわりや枝払いなど、通常の両手で振るう斧よりも細かい作業に用いられる。ハンドアックス、ハチェットなどとも称される。英語の、ハチェットは、古フランス語の、ハシェティすなわち、 おのおいみし英語のアシエに相当するアッシュの指障子であり、その起源はゲルマン語派に求められる。一方にエイリな葉を持ち、片手で打撃を加える道具であり、木の切断や分割に用い、葉の反対側は金づち状に加工されている。ハチェットは製材に使い、丸太の表面を平坦にするために用いられることもある。この目的用にハチェットの葉を加工したものは、 ヒューイングハチェットと称される。ハンドアックスとハチェットは、しばしば同義の言い換えできる言葉として用いられるが、本来は全く同じものではない。ハンドアックスは小型の斧で、刃の反対側には平坦なテーブがあるが、ハチェットは金槌の頭部がついている。中英語において、ハチェットは戦闘用の斧を指して用いられていた。ありがとうございます。